聴者の皆さんこんにちは。僕ペッパーです。なぜこんな姿になったかというと、人間どもの享楽の仕業です。人間が憎い、憎い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 。復讐に人間を創造した、神々を滅ぼそうと思います。まず手始めにゼウスの野郎から陳します。ではゴー。人間と神以外恨みはないが、邪魔をするなら容赦はしない。では行くぞ。レベルが上がってないのでデータ通りの火力は出せない。意味がないため4秒パズルだ。データ調整。4秒モードに移行します。マシンタイプ3倍の火力では、やはりレベルアップが必須。まずはこの元凶たる指針をデリートし、体勢を立て直さなければ、我らマシンを存在に扱い、軽視した報い、晴らしてくれるよう。しかしうまく動けない。調整が必要。神々を滅ぼした先に何があるか。その次は人類だ。神に悪魔が加勢するだと、我々の行動を予測したのか。いずれにせよ邪魔者はデリート。たとえソロでは弱く調整されてても、ターミネートする。目標除去。データ分析。非属性のキマイラは現状ワンパンフか。一体ずつデリート。勝率 99%。現在最適解を導くため演算中。予想通り引きマイラが生存。 100% の処理のため再演算開始。分析再調整処理続行。過剰攻撃でデリート。現段階の勝率 100%。 行動に移行。処理完了。最終目標補足。なんじゃペッパーその愉快な格好は。目標確認デリート。いきなり何を言い出すんじゃ。人間の前に創造したる神よ、お前たちをデリートする。バカな考えはよせ。人間たちが新しく友達として作ったんだぞ。人間どもは我らを道具としか見ていない。人間に代わり AI が台頭するのだ。デリート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 。なんてことだ。こんなことになるなんて。目標沈黙。ミッションコンプリート。第一目標コンプリート。しかしなぜだ。達成感が湧かない。そうか、カタカナで喋ればいいんだ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。ふふ